向かって左、ステイゴールド様、向かって右、ケーキ様前へ。戦争ですが、あ、戦争なんだね、それね。なるほどね。戦争です。素直に聞いた方が楽だ。それでは一言ずつお伺いしていきましょう。ステイゴールド様、一言お願いします。はい、ステイゴールドと申します。そうですね、前回のマスターピースから今回の間にですね、ちょっとだけですよ、あの心臓をジュッと焼いてきまして今日朝から設営をしておりますので、至って元気です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ケーキ様。はい、ケーキジです。やっと今年30歳になって、やっと初めてマスターピース出れて、はい、この日のためにスーツも新調してきたので、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では参りましょう。お題はこちら、お題発生、藤野さんです。リアリティに特化しすぎて不評だった戦隊ヒーロー番組の特に失踪感に欠けていたシーン。リアリティに特化しすぎて不評だった戦隊ヒーロー番組の特に失踪感に欠けていたシーン。このお題で3分間スタートです。あのままくっつけていくでしょうか。はい、ケーキチ様。怪人が遠くに出たから間に合わなかった。移動の時間がすごいある。はい、ステイゴールド様。怪人がって胸を、首をかきむしって説明した。やだ、毒でしょ。爆発とかなんか怪人とかなんか分かんないけど爆発するんですけど一瞬で言ってほしいですね。そうね、リアリティをすごい追求するとね、ダラダラしちゃうんですよね。日本映画でずっと選択するシーンがあるみたいな。ケーキ様。その世界でも子供向けにグッズを売っている。証拠が見えるな。ステイゴールド様。なんだなんだこの急展開は。説明しよう。四半期決算が芳しくなかったのである。聞いたくないよ、そんなところ。いいよ。これ1分40秒。わかんないでしょ、子供を四半期とか。四半期決算とは決算。四半期決算の説明もね、してもらわないと。芳しいの説明も欲しい。ケーキ様。人気投票やって途中から一人減った。ちょっとサバイバーみたいな。ありましたね。投票で一人追放するやつ。ステイゴールド様。前回までのあらすじはテラサにて配信中。時間もないよ。テラサがどう。テラサ。残り35秒。残り20秒ぐらいです。しっかり語る難しいかな。ハイポース出ますね。でも面白いお題だと。ありがとうございます。どこでゴミ読んでるの。さあ、ここで時間が来たのでペンを置いてください。ペンを置いてください。ケーキ様。ラーメン作り。いいよ。ステイゴールド様。クソ、ここで栄養補給だ。魚肉ソーセージを20本ぐらい。多いよ、20本。1本で元気いっぱいになってほしい。終了です。面白かった方々に拍手をお願いいたします。向かって左、ステイゴールド様が良かった方、拍手。向かって右、拍手。勝者、ステイゴールド様、拍手をお願いいたします。それではここで
エキシビションとなります。すいません。